を意識した、沖縄とか離島を意識したドラマ作るじゃん。もうこびてんだよ。ドクターコトーもそうだし、ね。もう、ああいう、例えばサンマのさ、サトウキビ畑もそうだけど、ああいうのやっぱやっちゃダメなんだよ。ほっときゃいいんだよ。あんなもんは。ああ。秀明さんいらっしゃい。ああ、なんだよ、安静。なんで名前変えたんだよ。ネギ星人、いらっしゃい。どうだよ、俺も老けたろ？ん？年食ったんべや。本名にしました？秀明？ああ、分かったよ。今日のうなちゃんかっこいいな。いつもかっこよくねえのかよ。ほら、俺今日ちょっとさ、風味的にはさ、ジャニーズを、クビになったほら、TOKIO のあれを意識した感じ。わかる？なんだっけ、あいつ。エロいことやってクビになったやつ。なんだっけ？あれ風味。ああ、ちょっと山口風味で言ってるから。いい？ねえ。風味ね。オッケーです。オッケー出ました。うい。日韓関係はどう思いますか？また難しいこと言うけど。いや、もう答え一個だよ。日本が、もう、はっきり言ってカットでいいんじゃないの？うん。ま、その断交っていう言い方は俺あんまり好きじゃないんだよ。あちらさんがどう出るかだけの話だから。ただ、日本はもうその気はありませんよっていう。で、俺はもう日本にある韓国の大使館はもう帰ってもらうっていうのが一番いいと思う。で、日本の大使館、韓国にある大使館も引き上げちゃった方がいい。うん。極端な話。うん。それでいいよ。お帰りくださいで。いや、断交ではない。断交っていうのは政府の発表だから。だからそれがうまいことやるかやらないかなんだよ。あとはそちらさんで考えて、どう打開してくるかだから。ああ。突っ張ってくんだったら、あんな半島の先っちょの国が何ができんだこの野郎って話だよ。ああ。どうやろ？そういうことだよ。マスカラ。あんたら次第だよ。
道はあんたらが決めりゃいいんだよ。こっちは関係ねえから。だってアメリカだって日本がそんなことやったって多分文句言わねえよ。しゃあねえよってなるよ。それはトランプ政権じゃなくてバイデンにもしなったとしてもね。うん。で、それと同じように沖縄もカットしちゃっていいんじゃねえかなと思ってんだよ、俺は。俺らももう、なんかね、はっきり言っていい。俺、ここの中で沖縄ってもう半分あそこ、中国と韓国だから。あいつら、ここが。もういらねえんだよ、あんなの。欲しいか、あそこ。領土はやらねえけど、あそこの国民の脳みその中身はやってやるよ。ああ。だからアメリカ軍がいるからいいんだよ。だからコロナで今回ね、今一番やばい状態になってんのが沖縄だから、ほっとけばいい、あんなとこ。空も船も出すな。飛行機なんか飛ばすな。お疲れさんだよ。何よ。デニーで。パータローがよ。パータロー知事だから。あんなの。真っ赤っかな知事なんかいるとこになんか、能書き垂れたって、なあもうできやしねえから。ごめんな、ここに、もし沖縄の人いて、ムカムカしてる人いたら。でもしょうがねえんだよ。そういうとこだから、沖縄っていうのは。しゃあなしなの、もう。ごめんね。だから俺がいつも言ってるように住むとこじゃねえよって、遊びに行くとこだよって。遊びに行って金使う分には使えんや。ああ。レイさんありがとうございます。沖縄は南国だけど根が暗い。ああ、俺そこまで根が暗いかどうかまでは分かんない。分かんないというより、どうでもいいかな。うん。基本的には沖縄に関しては。沖縄人は日本人ではないですね。だからさっきコメント打ってたろ。DNA で調べたら沖縄人はって。って言い始めるんね。
あくまでも日本人だって言い張るんだよ。そのくせ、天皇陛下、ね、陛下のことを、なんか、軽く見てるというか、うん、舐めてんのかな、みたいな。沖縄は。バカなのかな、こいつらって思う。逆に日本に必要だと思うものは何だと思いますか？だから、きちっと日本の戦後の歴史観を教える教育は必要だと思うよ。あ、未来に向けての話だと考えたときにね。もう俺らみてえなよ。年寄りに何言ったって、な、どうもなんねんだよ。今のガキどもに何を教えるかっていうとき、もう自虐的な教育はやめようよっていう話。ね。むしろな、徳川家康とかな、豊臣とかな、織田信長なんか教える前に、明治とかな、戦争とかその時代のことをちゃんときっちり、で戦後の GHQ のどんなことをやったのかとかきっちり教えろっつうんだよ。なんでそこの授業はねえんだよ。おかしいだろうがよ。近現代史をなんでメインに持ってこねえんだっていう話。そうだろ？だからよ、この間もよ、あれだよ。東大の ちょっとああいうのを見るとさ、本当に命を懸けて戦ったやつらがいたんだなって思ってさ、まあ本当に命懸けちゃったんだけどね、あの人が。うん、かっこいい、まあかっこよく終わるかかっこよく終わんねえかの問題じゃなくてさ、うん、なあ、極端すぎるかもしれないけどね。だどっちかっつうと日本はさ、ちょっと、左側に寄ってるようなのを来賛する体があるよな。小説でも何でも。うん。
ああ。そこまで教育すれば韓国人みたいになるんじゃない？さ、大学受験遅れそうになったらよ、白バイがよ、ケツに乗せて送るような国に言われたくねえんだよ。おい。バカだろ、あんなの。コントやってんのかな、この国は。なんで送れんだよ。受験に。バカなのかなって思うよ。お前ら思わねえ。パータローだよって思ったもん俺。試験会場が何時に開いて何時に試験始まるのかもうこいつは分かってんねん。パータローじゃんって思った。スレッチ、じゃあ台湾は日本を恨んでるか？台湾は日本が統治してたけど、日本に占領されてたとは一言も言わないんだよ。わかる？韓国だけだよ。なんか、のがきってんの。うん。フィリピンだって言ってねえよ。だろ。何がよ、中国4000年の歴史だよ、おめえ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。てめえの国できてから何年経ってんだよ。たかだか4、50年だろ。なめてんのかよ、バカがよ。どこに4000年の歴史があるんだよ。笑かすなよ。クソがよ。神風特攻隊は台湾人だったんだぜ。またお前アカウントつけてきたの？そんなことを言いに来たの？ねえ、台湾人じゃないんだよ。あの時は日本人なんだよ。彼らは。台湾人のとして生まれたけれども、天皇陛下を思って日本の国を守ろうと思って戦争に参加した人間なんだよ。そこ履き違えんなよ。なあ。あった？たかたか。何々人じゃねえんだよ。その人が考え方の問題。なんで金髪にしたんですか？チャラくしたかったから。なマスカラそれ言ったらな、かわいそうだからやめてやれよ。んだもん。うんちくはいいよじゃねえんだよ。うるせえな。俺の雑談が面白いからお前らこんな夜中まで聞いてんだろ。なあ。
ち武者よ。ブッシュマンとか俺のこといつまでも言ってっけども、今時もうそれもブームが去るからね。七ね、44ぐらいもうブレイク去るから、うん、あった。いや、何に似てきたかとかそんなの関係ねえんだよ。そんなことは聞いてないの、今の話だから。そうだよスレッチ、俺はそう思ってんだよ。うん、知らねえのかよ。じゃあ来んなよ、もう乗るなよこの話に。俺が今一生懸命話してんだからよ。知らねえんだ、もう。知らないんだったら何しに来たのっていう話じゃん。もういいよ、さよなら。何がお前のうんちく話。お前のうんちくはさっきいらねえよって言ってたのに、今度はお前のうんちく話してくれよ。お前病気あるんだよ、お前薬飲んで寝ろよ、クソがよ。病気だろこいつ。こいつ自分の打ったコメントも忘れてんだよ。お前のうんちくはもういいよって言ったのに、今度はお前のうんちく話してくれよだって。頭飛んでんだでこれ。知らねえよだってよ。ダメだよお前、こんなの。まともにトークできねえよこんなの。うん、でよ、俺コラボ枠とかな、たまによ、いい加減よ、もうめんどくせえから、じゃあ俺コラボ枠とか取るよって言うと誰も上がってこねえの。誰も上がってこねえの。早く上がってこいよ、面出して上がってこいよって。誰も上がってこねえだよ。なんだよお前、ゴミどもがよ、そんなもんかよって言いたいことあんだったら面さらしてガンガン言ってこいよこの野郎ってなるわけ俺は。誰もゼロ、うん、だからもうやんねえの、そんなのコラボなんてバカだから。こいつら使えねえし、掲示板でシコシコやってないんだよ、あいつら。ああ。うまい。酒が今日もうまい。今日は沖縄ディスリができて最高だったよ。ざまあ見ろだよ。今、日本全国で、罹患率ナンバーワンになっちゃったね。県民に占めるコロナの感染率割合が全国ナンバーワンです。沖縄県民ざま見ろ、決めて。バカだからだよ。なんくるないさ。へ。デニー頑張れよ。今沖縄が一番パーセンテージでトップだから。なんくるないさ。ギン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 、踊ってりゃ、あの、悪霊大佐、悪霊大佐、悪霊大佐ってやってくれよ、おめえよ。バカがよ。おい。バカがよ。おい。俺とよ、森のディスリはよ、味が違うだろう。なあ、
チョイスが違うんだよ。これ拾いが違うから。ね。佐野ちゃんが時事ネタでこう拾った時っていうのはカッてもうハマるからね、カチンって入ってくんな。だからみんなの心に落ちるからストンって落ちないとダメだから。いや、落ちてないのは沖縄県民だけだから。ぐぬぬになってんだから。じゃあ反論してこいよ、この野郎。なんだよ、バカよって。だからこうやって、ブッシュマンって何ですかとか。もうそんな話は今してないんだよ。わかる？アンチ。そうじゃないの。ね。そこじゃないんだよ。それは後で俺はね、ブッシュマンっていうのはアメリカにそういうなんか映画があったらしいよっていうのは後で自分で調べればわかるから、ブッシュマンぐらいあのグーグルでググりゃ出てくるから。うん、バカじゃねえんだから、おめえも。な、あった？どうよ。プロのディスリシー。ディスリじゃん。違うんだよ。俺のディスリは、あることないこと、じゃなくて、あることあること言ってるだけだから。お願いながらブロック解除してくる。何言ってることがよくわかんないんで、ブロックです。もう。いや、だから、それだけ、俺が、な、だからよ、御用学者のよ、田崎とかあんなのよ、な、ワイドショー出てよ、な、言ってんじゃねえよ、この野郎。ああ。玉川あたりよ、もっとよ、ガンガン叩けよ。な、マジで。クソみてえなや。またこいつ出てんのかよみたいな。バカがよ。そう思わねえ、お前ら。コメンテーター。またこれかよって俺思うもん。だ俺さ、玉川さん出たらもう見るけど、もう田崎が出たらもうダメだよこいつって。もうあんたさ、そこ何しに座ってんだよみたいな。目泳いじゃってんだもん。こないだよ、一回詰められそうになってよ、MC がよ、CM 入れたもんな。あんぐらいガンガン詰めた方がいいよ、あのジジイは。わぁ、言っちゃうよ。ああ。うん。なもん。もちろん、テーマさえ分かってれば。なもん。御用学者みてえな、御用ジャーナリストなんかいらねえんだよ。クソ野郎がよ。うなさん、朝まで生テレビ出たら、ダメだよ。朝生はほら、そうちゃんのお気にの、あの女子が出るから。ダメだろ。いいんだよ。朝生は、あの、バカな、あの、そう、三浦ちゃんがな。そうそう、そうちゃんが大好きな三浦ちゃんだから、
あれは絶対置くんだけど、あの、そうちゃんは、あの、バカは、バカジャンルでは、あれだよ。茶髪のあの、なんだっけ？インターネット、いつもこう、パソコンだか、タブレットだか、いつも置いて、インターネット見ながらこうやって、あの、朝生やってるやつ、ツイッターやりながら、あの、バカなんだっけ、あいつ。あれ、ネットの配信もやってんじゃん。ニコ生上がりのバカ。茶髪の、金髪の、あバー太郎。ああ、津田。ああ、だあら、バー太郎はああいうの置いときゃいいんだよ。ああ。あら、バカだから。ああ。あら、あら、バカだからね、あんなの。はあ。あいつなんか話なんかお前ほとんどよ、そうちゃんから振られねえからな。ああ。なに、津田大好きだよ。バカだよ。三浦ちゃんは、化粧が濃い。うん。あと、いつもワンピース。そうちゃん、もうそろそろ、あれ、ペラ回らなくなってきてっからな。うなさんとみ、違うんだよ。ルリちゃんは、頭いいから。俺は完全にやられんね。うん。そう、いつもね、ここ、ノースリーブなの。うん。ワンピのな。花柄好きだよな。なんだとドンパでできねえんだよ、うん、だって多分ね噛み合うと思うよ。噛み合うってか同じ方向だと思うよ、言ってることは。俺とあんまりあの間違った考え方ではないと思うよ。うん、だって彼女は、なんかね、ジャンル分けしたらどこにいるのかって彼女はっていうポジションで言ったら、俺中道のど真ん中から若干左側かなっていうイメージなのよ。俺はね、ど真ん中の若干右なんだよ。だけど左で極左はもう俺もう全拒否だから。でも中道左派も言ってることはわかるんだよ。うん。わかるよ、そんなのはって。もちろんもちろんって。考え方としてはね、一日本人として。なあ、もうあの頭の中にはこの国を、この国は天皇陛下、あと日本国憲法
もうこの2つ、もうこれ以外に何物でもない。うん、西武の話は、あー、まあ、あれね、結局ね、そうちゃんがね、嫌いな話題は、テーマにならないんだよね。だからね、これね、それでも入れる、ねじ込むのは、俺ね、知ってんのよ。あの、天皇関係の話はね、意外とね、俵ね、好きじゃないんだよ。来年ボケて終わるだろ。もうだって一人で歩けねえんだ、あれ。お付きがついてんだろ。なあ。田原総一郎、スタジオ入るとき、一人でやっと歩いてるぐらいだろ。なあ。皇室関係の話はなんかワクワクする。いや、俺はワクワクはしないな。もう、だから、女系とかね。もうまたその話になっちゃうじゃん。もう80ぐらいじゃないの。うん。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。でもあの人は鋭い、未来が見えてた人だから。だから俺言ってんじゃねえかよ、俵総一郎が作った原子力戦争っていう映画を見ろって。俺だいぶ前にお前らに言ったやな。ツタヤで借りてでも見ろ。今の福島がきちっとあの頃予言してんだよ。田原総一郎は、こいつはすげえなって思ったよ。原子力戦争っていう映画を田原総一郎が作ったんだけど、映画監督やってな、福島をテーマにしてね。まあお前ら今ググってんだからコメント出ねえの。原田芳雄のやつだな。うん、そうそうそう。だからこの人はもうこうなることを予見しててこれを作ってるんだよっていう。当時だぜ、あの時代に作ってんだから。何を言ってんだこのジジイはって、あ、このね、あんちゃんはって思われたかもしんねえけど、だから素晴らしいジャーナリズムというよりは、反骨精神というか、そういう意味ではすごいおじさんだったんだよ。だからすごいおじさん、今はね、すごいじいちゃんになってんだよ。だから俵総一郎っていうのは、今でも、あのポジにいるんだよ。誰もあの人に文句言わないんだよ。
すごいんだよ。だってお前よ、原発誘致でお前人殺しもあったのも、これも事実だからね、福島で。賛成派と反対派で。金もらうか金もらわねえかで。村分裂して。な。選挙やって。まあ、大島渚はもう、もっと、左寄りだよ。田原も左なんだけどね。うん。あ、LA が、あれはもう、その裏側を見たかったからでしょ。うん。あれは、あの若者たちがあの裸で女と暮らしてるところを突撃取材したやつでしょ。で、ただ話聞くだけじゃ分かんねえって、だから俺もここでしばらく暮らすっつってやったやつじゃんかよ。三宅、あのね、これ三宅先生はね、御用学者なんだよ。よくござる。俺は全部見てんの。もうマニアだから、俺。三宅先生は中曽根ちゃんあたりにずっと張り付いてたからね。だから裏側はよく知ってんだよ。竹下登、中曽根、金丸あたりに着いた頃はまだ若造だったのかな。確か。うん。三宅先生は、だって三宅先生は、タラに噛みつくのが役目だもん。今の清志郎の原発賛成温度なんかあったな。でもよ、福島のよ、F1 福島第一原発、まあ、通称 F1 って言われてるんだけど、あそこのさ、町へ入るとこのアーチにさ、なんて書いてあんのよ。もう嘘800になっちゃってんだよ、あれが。そうだろ？今じゃお前、錆びついちゃってるよ。芸能人は左が多いね。いや、それはよくわかんないけど、うん。あの、作り物が、そっちテーマが多いからじゃない？例えばタタよ。ドラマにするにしても、そっち側のテーマの方が、受けるから、そういう演技をするから、そういう、だから原発反対とかいう、
アーティストは多いよ。でも、俺は思うんだけど、原発反対っていうよりは、言うのはいいんだけどさ、正直さ、原発反対って、じゃあどうすんのっていう話じゃん。彼らは別に何もないのよ。反対って言ってるだけで。面白くはなんともないんだよ。止まない。だから俺も原発、原子力発電所をもっともっと作れようとは思わないよ。だけど反対はしない。なるべく依存しないで原子力に頼らないエネルギー政策をできるような経済活動をしていったらいいんじゃないかなって思う。だけど現状はそれは無理だから、もうそれは原子力に頼るしかないんだって。どうよ、酔っ払いの佐野が言ってる話は。乗るお前ら。やだ。いやー、うなちゃん、原発全部ね捨てろって。今すぐ捨てろよって。そっちかい？どうよ。違うんだ。俺ね、ここなんだよ、山口。仕方ないんじゃないんだよ。俺が今言ってる話は仕方ないんじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。だから、俺が言ってんのは仕方ないんじゃないんだよ。いいですか？いいか。今の日本のエネルギーの供給率とか全部を考えたら、今一斉に原子力発電所を全部止めても、お前らの家が停電することはないよ。ないんだけど、なんであそこを動かしてるかってことを考えろよ、バカが。そういうことなんだよ。だから日本には原発があるっていうことを、稼働してないと何箇所かはダメなの。もうそんなの分かれよ。あんなもん動かさなくたって俺たちの電気は足りてんだよ。な？そんなことも分かんねえのかよ。パータかよ。もうちょっと勉強しようよ。びっくりだよ。俺のリスナーだろ。ちゃんとやってくれよ。あ？定年になんかなんねえから。原発全部止めても。だけど、いつでも
動けるような状態にしといてんのは何でかっていうのをよく考えてみろっていうの。それ意味があるんだっていうの。な。若干俺は日本の原子力潜水艦が三菱は作ってんじゃねえかなぐらいに疑ってるけどな。すんごいやつ。もう漫画の世界かもしんねえけど、お前らワクワクすんだろ。原子力潜水艦三菱作ってんじゃねえかなみたいな。やっちゃうよ、みたいな。なあ。こういうのワクワクしねえ。ああ、もう核爆弾なんかは、もうそんなの、秒で作れるよ。ああ。燃料いくらでもあるんだから。技術も。寝れなくなる。楽しいだろ、こういうの。これがね、雑談なんだよ。うん。こういうのね、テレビじゃね、やれないんだよ、テーマとして。アウティだから。根っこがやばいんだから。ああ。いやー、俺は、日本の原子力潜水艦、嘘でもいいから、作ってったら、うん、すげえなって思う。だって、スクリューの技術と、原子力の技術と、この二つを使ったら、世界ナンバーワンだぜ。日本は。そして潜水艦っていうのは、ステルス系の技術も日本がナンバーワンだから、これ、世界の脅威なのよ。ワール。ねえ。いや、だから、ラットな。それを、政府は、知らんぷりして発表しないんだよ。なんで、原子力潜水艦がみんな怖いかって言ったら、分かってないだろ。ねえ。湯川先生、うん、朝まで生佐野さんテレビ最高です、ありがとうございます。ウラッドはナムル決まった。こんな雑談できるふわっち雑談配信やねえからな、ありがとうございます。あのね、潜水艦だから漫画にもなってる通りなんだよ。あれはもう本当のガチな話なんだけど、スクリューを作る技術、音の出ないスクリューを作る技術、これは日本がトップ、次はドイツ。もうこれはもうお決まりのパターンなんだけど、うん。浅はか、キム・ジョンウ。もうこういうやつが一番浅はかなんだよ。もう安いんだよ、お前。何にも知らねえんだよ。こっつけてる小手編がもうクソ野郎だから。ああ。バカが。
来んなよ。バカじゃねえな、お前。この野郎。おい。この野郎。なんだよ、お前。遊びに来たの？朝かか。それで何？じゃあ、お前と俺、個人的にブロックしてねえから、何が浅はかなんだよって言って詰めてっちゃおうか。逃げるの。どの辺がですか。日本は世界最高の原子力潜水艦を作る技術はもうすでに確立してます。間違いないから。あと、海図も全部取ってるから。中国はまだ、太平洋側の海図は取れてないけど、日本は太平洋側の海図も全部取ってるから。奴らは東シナ海と南シナ海の海図は取ってるけど、あんなとこでちゃんころちゃんころやってたって、ああそうですかみたいな話なんだよ。最後戦争になったら太平洋だから。うん。んなの潜水艦でスーッと音もしなくチーって近づいてって、ドーンって打ち上げて、ああ、一撃で終わりだよ。やばいよ、マジで。だから三菱作ってくんねえかな。いや、もう作ってんだろうけどな。俺ね、作ってはいるんだよ。作ってはいると思う。作らねえわけねえもん。だって日本はステルスの戦闘機も作ってるぐらいだから。米中戦争まで行く？行かない。だって中国を負けることを分かってる戦争は絶対しないから。プレジデントが中国海軍は5年前に日本を抜いたって記事を見たけど、ガセっすね。あ、これね、青ちゃん。それ撃つだろ？だから、アメリカの、な、イージス艦とか、日本これだとやばいから買いなさいよとか、言えるの？わかる？マーケティングの話だから。な？青ちゃん、わかった？もうみんな腑に落ちろよ、そんなの。だから買ってんじゃん。じゃあよ、イージス・アショは今回俺よく断ったなって思った。あんなね、胸がね、よくやめたよって思って。最高じゃねえかよ。そう思わない、お前ら。あんなもんよ。いや、もちろん戦争ありきだよ。何言ってんの、キム・ジョンウン。おい。そういう固定版をつけて、俺の放送にこのテーマで来るってことは、君はきっちりお話ができる人ね。やめた方がいいよ。うん。いや、よく、だから、あれはやめたと思う。うん。いや、無駄金かもしんねえけど、それでもやめる。うん。やめたのは、俺は、判断は良しとするよ。
もう現代の、ロケット技術に追いつかないんだろうな。いや、金正恩な、戦争なんかない方がいい。あのね、ない方がいいって言いながら、なんで君の小手半は金正恩なの？ねえ。おかしいでしょ。大丈夫なの？もう俺さ、そういうとこはさ、よくわかんないんだよ。真面目に話したいのか、ふざけてんのかわかんねえもん。いや、いいよ。真面目に話すんだったら俺真面目に話すよ。いや、大丈夫、違うよ。俺が今聞いて、もうその時点でダメだろ。大丈夫ですよって、もう答えがお前多分バカなんだよ。今お前が大丈夫かどうかを俺聞いてんじゃないんだよ。大丈夫かなっていうのは、大丈夫ですよっていう答えを待ってるわけじゃないの。ねえ。ネット民怖え。面も出さねえで、電柱の陰からこうやってコメント打ってくんだ。やだやだ。どうだろう、翔くん。なぜそんな古典をつけてから来るのかわかんないんだよ。だから脳が、頭おかしくなってんだよ。うん。俺すげえ感出したかったんですかね。あんな小手半ですげえって俺が思うと思う。ね、ああめんどくせえの来たなって思われるだけじゃん、青ちゃん。だってバカしかあんな小手半つけねえぞ。なあ、バカしかつけないよ。ああ。ダメなやつじゃん、もう。よれてんだよ、多分。バカだろ、普通に考えたら。あんなもん。だって、それ自分で作ってきてんだで、小手半。もう頭いかれてんだから、ほっとやいいんだよ、あんなもん。バカなんだから。今日は楽しいなあ。バカは来すぎだぞ。じゃあもう、だから、潜水艦の話をしたら、だけど、すごく今、日本が警戒してんのは、中国の潜水艦。北朝鮮のことなんて仕方なんだよ。ぶっちゃけ言うと。日本は今中国の源泉を、マークしてるね。
P3C が飛んで、スクランブルの回数も多いし、あれは北朝鮮のために出てるわけじゃないからね、中国だから。本当ですか先生。ああ、調べればわかるよ。中国は沖縄を取りに来るよね。取りに来れないんだよ。取りに来れない。米軍がいるから。無理。だから、俺はこの間、米韓合同演習を北朝鮮と中国に配慮してやめた時点で、ああもうアメリカは韓国なんかはもう使い物なんねえなと思ったっていう判断をしたんだなって俺は思ってんの。だけどアメリカは日本と合同演習なんていうことはやらなくても沖縄には駐留してるわけじゃん。ちょっとお前ら冷静にちょっと考えてみ。時系列で。韓国を多分アメリカは捨てるんだろうなって思ってる。うん。だって米韓合同軍事演習をたかだあんなちっぽけな北朝鮮に配慮してやめたわけじゃないんだ。あれは中国に配慮してやめただけの話だから。北朝鮮なんか関係ねえから、あんなの一発で一撃で潰せんだから。あの半島は最後は未来はだよ、何年先になるか分かんないけど、北朝鮮は中国の領土、南の韓国はアメリカになるんだよ。もうそんなの見えてんの。そんなこと言うとまたわわわ言うよ、左翼が出てくっけど、もう決まってんだよ。未来50年後にはもうそうなってるから、決まりな。わかる？なると思うよ、俺は。だって韓国なんて、一国で食っていけねえんだから。だからよ。マスカラよ。韓国一国の GDP、国民総生産、東京都、一都の国民総生産より低いんだぜ。クズじゃねえかよ。なあ。先日の地震も、だから、地震来る。だから調べりゃわかるって、バラ。今頃なの？嘘だろ、お前ら。そういうのさ、俺地味に調べんの好きなんだよ。数字大好きおじさんだから。いやいやいや。ちょっと待ってよ。お前ら、そのぐらいは理解しといて。東京都一個と、東京都一個と、韓国一個を、はかりにかけたら、韓国より東京都の方が重いんだから。そんなのもう数字で出てんだろ。今お前らググって調べてるだろうけど。俺らは間違ってた。ちゃんまんの言う通りだったわ。すげえわ。しょぼいわ、韓国。だから韓国人はなんでアメリカ外国語を勉強したりとか、
大学行くのに必死になって韓国の大学に進学しないでアメリカに留学したりするか、もうてめえらの国内では食えねえのは分かってるから外行って食ってんだよ。あいつらは自分の国内を捨ててんの。韓国人は愛国心はないからね。わかる？見事に俺が的を得てる。こういうのね、絶対テレビ言わねえからな。だから俺が言うからいいんだろ。お前ら、スカッとすんだろ。いや、北朝鮮の GDP を、どの頃は、あれはだって、な、ノースコリアは、数字はもう言ったって、正しいかどうかわかんねえじゃん。韓国人はコンプレックスの塊だから、これがね、まあいいや、ちょっとおかわり取ってくるよ。その、呼び方の問題だよな。朝鮮人なのか、韓国人なのか。これってね、結